に再突入する HTV-2 のイラストファルコン HTV-2 とは、アメリカ空軍と国防高等研究計画局が実験開発中の極超音速試験飛翔体である。開発は、ロッキード・マーティン社が担当。ファルコン HTV-2 は、国防高等研究計画局の事業である、ファルコン計画の一部として研究されている。地球上の いかなる地点でも1時間以内の攻撃を可能とする PGS 構想の一翼を担うもので、クラスター爆弾や運動エネルギー弾を極超音速で攻撃目標へ打ち込むことを計画している。通常弾頭の兵器システムとして、核弾頭の大陸間弾道ミサイルに代わる、次世代の抑止力と位置づけられている。 極超音速飛翔中の飛行制御方法を含め現在はまだ技術研究段階であり、実用段階には至っていない。NASA ロッキードマーチンサンディア国立研究所、空軍研究所等各研究機関の支援のもと、飛翔体の耐熱性能や空力制御機能を検証すべく飛行試験が行われている。2010年4月22日にバンデンバーグ空軍基地から、 ミノタウロスフォーライトロケットによって打ち上げられたが、ブースターから切り離して9分後にロストした。後の調査により自動操縦コンピューターが飛行終了命令を発していたことが判明。このコンピューターは機体が危険な飛行状態に陥ると自動制御で強制的に海へ墜落させる機能があった。また機体は激しいロール状態になっていたことが判明している。 この9分間の間に、マッハ22からマッハ17までの139秒間の空力データが取得できた。2011年8月11日に時速約2万キロメートル30分間にわたって太平洋の上空を飛行する予定で、同基地、同ロケットで再び試験飛行が行われたが、9分後の滑空中に通信が再び途絶えた。発表によると、 ロケットから分離後、姿勢を制御できず、太平洋に落下。今回は、通信が途絶するまで9分以上のデータが得られており、今後の開発に活かせる。としている。機体は、太平洋に墜落したと考えられるが、詳細は分かっていない。HTV-2 の試験結果をもとに開発される、予定だった、実用に向けた、マッハ6級の試作機。 2008年に計画は中止されたが、後にコンセプトを受け継いだ SR-72 の開発が開始された。2011年11月17日にハワイから打ち上げられたロケットに搭載されたアドバンストハイパーソニックウェポンの極超音速滑空誘導飛行試験が成功した。目標はマーシャル諸島のクエゼリン干渉であった。アヒューは HTV-2 よりも 飛行距離が短く、飛行速度も HTV-2 のマッハ22、比べるとかなり遅いマッハ5であるが、HTV-2 の2回の飛行試験の教訓が活かされたと発表された。アヒューは、コンベンショナルプロンプトグローバルストライク計画の一部として開発されているもので、試験が順調に進めば、2017年にも配備が計画されている。S、w が配備されれば、 射程 6000km を35分で飛行し、10m 以下の精度で目標に到達する予定。その他、極超音速機の飛行試験は、X-43 と X-51 で行われている。ありがとうございます。